はい、どうも、まさんです。えっとね、今日の話題はこちらです。これこれ。 最近ね、誹謗中傷ビジネスとかみんななんかよく言ってるでしょ有名人が。うん。要するにあの、自分たちに対する誹謗中傷してきた人を特定して、で、裁判を起こして、まあ、精神的な損害をこむったとかしてね、えっ、ー、と、裁判を起こせば、あに勝っちゃえば、あの、儲かるんじゃないのかっていうようなお話。みんなよくしてるでしょあの、大吾さんとかがやってますよね。うん。覚悟しろよ、アンチどもとか言ってるよね。でね、熊さんこれできるんだったら熊さんもやりたいなぁと。熊さんね、あの、この YouTube チャンネル以外にもネットでちょこちょこいろいろやっていて、ごく稀にね、誹謗中傷来るん でうん。でそれがねお金に加わるんだっとやってみてもいいよなって実はちょっと思ってましていろいろ調べてみました、うんで。先に結論だけ言っときますとありです。これ多分ねこれうまくやったらねすごい儲かりますよこれおそらく。っ、う、て、ん、すごく思いましたくまさん。でそのお話をしていきたいなと思います。でその前に 大体どのくらいのお金がかかるのっていうところ。それをね、先にお話ししておこうかなと思います。えっとね、まずお金がかかるフェーズは2つありまして、まずは1つこちら。あの、誹謗中傷を書き込んだ人の個人情報を、あの、取る。このフェーズで一番お金かかるんですよ。あの、サイトの管理者に対して開示請求したり、あの、プロバイターに対して開示請求をする。で、これね、絶対弁護士使った方がいいんですよ。で、弁護士を使ったら、 あと40万円から100万円かかります。平均したら多分ね、80万円くらいかかると思います、ここで。で、ここで先に自分が80万円払わなきゃいけない。でも、これのね、うちのね、半分以上はだいたい戻ってきます。あの、加害者さんに請求できるんでね、戻ってきます。で、その上で裁判を行うわけです。あの、損害賠償請求訴訟というやつですね。で、これがね、弁護士さん使った場合、10万円くらいかかります。一番安くて。まあ、言っても30万円か40万円くらいですね。うん、だから、合計で自分からの持ち出しとしては、一番小さくて、 50万円。で、最大130万円くらいで、だってこの裁判を行うことができます。で、それを行った上で、加害者、誹謗中傷を書き込んだ人から、じゃあ、いくらお金が取れるのか。だって50万円から150万円くらい。なんか、あんま取れないじゃんと思うよね、これだとね。うん。あの、こんだけお金使って利益がたったの20万円とかなのかよってね、これ見ずると思うんだけれども、あのね、20万円の利益でも十分なんですよ。 なぜかっていうと、裁判っていうのはだいたい2年かかるんですね。うん。2年かかる。で、えっ、ー、と、そこに、投資するお金がだとじゃあ100万円としましょうか。この情報開示とか、もろもろ含めて100万円かかりましたと。100万円かけて、110万円取るわけですよ。10万円しか儲からない。10万回は美味しくないなって言うんですけれども、投資をしている皆さんだったらわかると思うんですが、100万円投資して10万円儲かる。つまり、まあこれ1年間でもし換算するとしたら年利10%の利益なんですよ。これってめちゃめちゃ上出来なんですね。 非常に優秀な投資と言えます。で、裁判2年かかるから、結局は100万円かけて、年間5万円ずつの利益しか上がらないわけですけど、それも年利5%。うん、これね、優秀なんですよ。有料な不動産に投資したら大体年利5%くらいなんで、これめっちゃあの優秀なんですよ。うん、で、あの基本的に弁護士さんに丸投げしておくことができるみたいなので、じゃ弁護士さんに100万円を渡しておけば、2年後に110万円になって帰ってくるって考えればいいんです。 うん、それってね、すごいありだなと思いました。うん、でね、今回のこの記事っていうのは、その逆のことを書いてある記事で、あのー、実際ね、この作者の人がね、情報解除をして裁判を起こそうとしたんですよ。で、結果として、もうめんどくさくて起こせなくなったっていう記事なんだけれども、ちょっとそれをもね、参考にしながらえ、どうすればいいのかっていうのを、熊さんなりに解説したいなと思ってます。はい、いきましょう。うん でね、えー、とこれね、えー、とまずね、この記事書いた人というのはね、あるノンフィクション作家で、ノンフィクション作家が自分が出した本に対して誹謗中傷を書き込まれてしまったんですよ、ホームページに。うん、だからそれに関して裁判を起こすぞというところからスタートする形です、はい。でまずね、誹謗中傷を行った人間の情報を公開するように、その誹謗中傷が書き込まれたホームページの運営会社に連絡をしたそうです。 はい。で、そこのホームページ会社に、えー、メールアドレスで、えー、そのメールを送ったそうです。するとね、回答を待って10日が過ぎても返事が来ないそうです。 あのまあ、反応はすぐあったんですけれども、こういう反応があったみたいです。ご連絡いただきました件について恐れ入りますが、今しばらくお待ちくださいますと幸いですというメールが返ってきた。それで回答を待っていたところ、10日過ぎても返事が来ない。しびれを切れしていたところ、回答に長らくお時間を頂戴して申し訳ございません。ご連絡いただ,いたいただきました件について、引き続き担当者より確認を行っており、改めて折り返しご連絡いたします。お困りのところ、大変恐縮ではございますが、返信にはお時間がかかる場合がございますこと、 何卒ご,理解くだご理解ご了承くださいますと幸いですというメールが送られてきただからやっぱり苦情を言わずにはいられないよねもうこの程度の調査で何でこんな時間かかるんですかっていうふうにメールを送ったそうですうんでも結局何も返ってこなかったと、うん、あのこういう感情論に訴えてものれんに腕押しでしたということです、はい、で同じような定型のメールが返ってきたと「ごめんね」と「ちょっと待ってね」っていうメールが返ってきただけということですね、うん でもうこれね、もうしょうがないなということで、えっ、ー、とですね。 えっと、素人では追い払われるのが関の山なので、弁護士に、ネット削除依頼に強い弁護士に相談することにしました。これもうさっさとね、最初からネット弁護士に言っとけばよかったんですけど、ここでネットの,の削除依頼に強い弁護士に相談をしています。で、その弁護士の見立てはこういうことだそうです。おそらくサイトの運営者は個人の場合、対応しない。弁護士らと対応するので、とりあえず、損害情報の通知書兼送信防止措置依頼書という書面を送って、削除を呼びかけていくことから始めた方がいい。それに なら、えー、事務手数料1万円と成功報酬5万円で弁護士さんが受け終えますというお話、まあ、ここで6万円出ていきますねうしょうがないんだよこれ弁護士さん入れたらお金かかるんだから、うん、だから必ず弁護士をここで頼りましょうでそうするとねサイトを運営する会社の顧問弁護士から今度は手紙が届く という形ですで内容としてはね,、えー、とね、簡単に言うと弁護士さんを間に入れていろいろクレームを言ってきているみたいですけれども、えーとね、こういうクレーム、だろうあの要するにもうお宅の請求に応じることはできませんという2、ね、例もない手紙が届くわけです。要するにこれ弁護士 VS 弁護士という形になります、ここで。うん、簡単には、ね、情報を公開してくれないんですよ。 でそうなると、こっち側の弁護士は、とはいえ争う余地はあるとしながらも、ここからは金と時間がかかりますよという,ふうな説明が来たそうです。じゃあ、弁護士さんに一体いくら払うのかというところなんだけれども、まず、あの発信者情報開示請求の仮処分をサイト運営会社に対して行う必要がある。この仮処分が認められると、書き込みの IP アドレスからメールアドレスが特定できるようになりますと。うん まずこのメールアドレスです。書き込んだ人のメールアドレスを特定するだけで、着手金20万円、成功報酬20万円、合計40万円かかりますと。うん、でその次、あのドメインから特定したプロバイダーに対して、契約書の名前を開示させるのに、着手金20万円、成功報酬20万円、ここでも40万円かかるから、合計80万円かかるんです。 特定しで、それから訴訟ということになるんですけれども、ここでその訴訟でね、仮処分が出るだけでも半年くらいかかるということ。うん、で、ここまでやって、じゃあ、相手からどのくらい金が取れるのかっていうとえ、取れるのはだいたい100万円ぐらいが限度らしい。まあ、あの精神的に、ね、あのちょっとやらられたから ねそあの何だろうお金払えって言っても100万円プラスえ弁護士にかかったお金の半分くらいが返ってくるっていうような感じなんですよね、うん、でここまででこ来てこの作者の人はもう諦めちゃってますもうちょっと手間かかりすぎるからダメだって言って諦めちゃってますでもね熊さん的にはこれ諦める必要ないんじゃないのと思うんだよねこのちなみに100万円どれだとしたら結構利益出てるんですよこの ね、あの合計80万円くらいかかりましたよねここまでね、うん、で裁判を訴訟の訴訟費用だと10万円くらいだから90万円かかっているとでこの90万円のうち半分が返ったとして45万円があの返ってくる45万円プラス精神的被害を負ったという賠償金が100万円くらい取れる合計145万円、うん、全然50万円以上プラスになってるじゃんねだから全然儲かるわけですよ だから、なんて言うんだろう。本当にね、ビジネスとして、儲けるぞとしてやった場合、あの、このビジネスはおそらく儲かれます。時間はかかるけど、その分件数をいっぱいやればいいんだよ。<laughs> でね、今、あの、法務省、国がね、<laughs> この発信者情報開示請求にかかる費用の部分なんだけれども、この一番手間とお金がかかってるところね、ここで、あの、プロバイダーとかから個人情報を得るのが簡単になるように法律を変えてくれています。ここがね、 に時間がかからなくなったらまずね。情報開示のために使うお金が減りますね。100万円が50万円くらいになった。20万円。ここは20万円から50万円になったりするんですよ。かつ裁判の時間も短くなります。うんだからね。手間がかからなくなるんですよ。 うん、だから、なんか今ね、消費者金融で余計な金利を払った人取り返すチャンスですよって言って、弁護士さんが今、いろいろ CM 打ったりしてるじゃないですか、あれと同じようなビジネスになる可能性がゼロじゃないです、ただ、誹謗中傷されてる人って、基本、有名人だから、数が限られるんですよ、だからね、そのマーケットとしてあんまり大きくならないから、弁護士さんがどのくらい本気でそこに取り組んでくるかっていうのはわからないんだけれども、わからないんだけれどもあの、この損害賠償を受けてる、あの損害をあの被害者側。 例えば今回例えクマさんだとしようか被害者側がある程度あの最初に出せるお金を持っている場合は後々必ずねこれプラスになって帰ってくるんでやる価値はあるんですよだからクマさんやろっかなと本気で思っています、うん、でねえっと問題がもう一個あってあの損害賠償でお金を払いなさいっていう風うに裁判所から命令が出ても支払わない場合があるじゃないですか払ってくれない例えばひろゆきさんなんて7億円くらい確かなんか あれだよね。払えって言われてるけど、1円も払いませんって言って逃げてるよね、うん。でもね、これもね、多分解決できると思う。あの、こういうね、つまんない書き込みしてくる人ってね、普通のサラリーマンが多いはずなんですよ。で、サラリーマンだった場合、会社に請求しちゃえばいいんです。給料を差し押さえてしまえばいいんです。うん、個人事業主だと、そこがね、結構面倒なやり取りが発生するんだけれども、相手がサラリーマンだった場合は、給料を差し押さえるのは超簡単だから、差し押さえちゃえばいい。もしくは会社に言うぞって言って、うん、ちゃんと個人からもらっちゃえばいい。うん 個人事業主とかひろゆきさんみたいな人の場合はちょっと面倒い,いんだけどね。うん。でも、サラリーマンが多いっていうふうに仮定すれば、このビジネスは十分に成り立ちます。はい。というわけで、マーケットがね、どうなるかはわからないけれども、このビジネス流行る可能性ゼロじゃないです。本当に。うん。で、儲からなかったとしても、あの、行ってこいでね、プラスマイナスゼロだったとしても、サイトのこういうね、あの、誹謗中傷されてる側が、あの、誹謗中傷が少なくなるんで、これね、やる価値あるんですよ。 費用はゼロだけど、結局お金返ってくるから。うん。だから元手を持っている、その今ね、声を上げてる大悟さんとかね。うん、大悟さん今、う待ってるよアンチども。<laughs> 地獄を見せてやるとか言ってるけど、この、大悟さんね。うん。大悟さんレベルでお金持ってる人だったらね、これね、やる価値あるよね。誹謗中傷それで減るんだったら全然それだけでも価値あるし、しかも、減らしたら利益が出ちゃうっていう話だから。うん。 だから、熊さんも、二件三件ね、ちょっとね、当たりをつけてやってみようかなと思います。で、もし、あのー、これね訴、訴訟をやってみて、なんか結果が出たらね、まだこの動画に上げてみようかなと思いますんで、それ楽しみにしておいてください。はい。というわけでね、あの、この誹謗中傷ビジネスね、これ考えようによるとは結構成り立つぞと、特にこの法律がどう改正されるかですけど、このね、発信者の情報を開示するための法律が整えば、これね、やる価値あるんじゃないかなと思いました。ので、動画にしてみました。うん。 アンチ大好きな皆さんあまり誹謗中傷を書き込むのやめようね。これね、本当にビジネスになっちゃうよ。多分うん、はい。というわけでえ、今後もね、クマさん、こうやって気になった情報をね、動画にしてね、発信していきたいなと思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。はい。では、クマさんの動画を終わります。バイバイ。